ダイジェストあらすじ。イエーイ。古川です。エディです。ギュッイジェス。最強クイズ集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。はい。さて皆さん、はい、物語にはあらすじがつきものですよね。はい、まあ、あらすじを読んで自分に興味がある話かどうかを判断したりするって方もね、多いかと思いますけど、まあ、今回はですね、そのあらすじをかなりダイジェストしてお伝えするので、うん、それがどの作品のあらすじなのかを当てていただきたいと思います。なるほどね。あらすじの時点で結構ダイジェストした方がいいですね。今回はですね、全て動詞の部分だけまとめていまして、お固有名詞とかがね、あんまり出てこないので、動詞に着目してどういう話の流れだったかを思い出してください。なるほど、ね、思います。こうやって言うと当たっちゃうから。ようとしてなかった。正解プラス1ポイント、後藤はその問題の回答権を失います、はい、問題が読み切られた後であれば、後藤お咎めなしというルールに変更になりますので、もし読み切られても分からないような難しい問題に当たった場合は、もう当たるまでバンバン押していただければなと思っております。はい、それでは早速やっていきましょう。よっしゃー、めっちゃカンフーしてくる。それでは参りましょう。第1問目、問題。助けて、泊まりに来て。さあ行きましょう。石野、鶴の恩返し。正解。よっしゃ。よっしゃ。はい、問題の続きですが、助けて、泊まりに来て、結婚して、旗折って、覗いて、正体バレて、家を出る話。鶴の恩返しが正解でございました。ちょっと待って、あんた方どこさんの畳みかけるところに言ってるな。まあっていうようなあの文体で、はい、早かったですね。鶴の恩返し、ありがとうございます。まあ、助けてでかなりもう絞ったんですね、うん、でその後泊まりに来てがもうやっぱりうん、鶴まあそうだね、助けた人が泊まりに来てるというなると、確かにね、まあ、皆さんなかなかちょっといいですね。クイズ王としての力をちゃんと発揮してクイズ王としての力だと。さあそれでは参りましょう。続いての問題です。問題。隠れて、写真撮って、殴られて、薬飲まされて、リゴ、メタネコだ。正解。ああ、くそい。素晴らしい正解、名探偵コナンでした。薬飲まされて、縮んで、名前ごちゃ混ぜにする話。そこなんだ。名前ごちゃ混ぜにする話。第1話はそうか。そうですね、はい、第1話のジェットコースター殺人事件でのあらすじですね。黒の組織の取引を見かけた、工藤新一が物陰に隠れて写真を撮ったら後ろから殴られて、まあ、アポトキシンという、ね、薬を飲まされて体が縮んでとっさに、江戸川コナンとなんだというところが、まあ、あらすじでよく書かれがちなところかなと思いました。おっかおっかだ。よりこよく分かりましたね。そうですね、まあ本当に薬を飲まされる話って他に俺知らないんだけど。飲まされるっていうのはあんまないけどな。うん、そうね。新一薬飲まされてるシーンとか変だからね。試験官。そう、試験官みたいな飲まれてる。トパトパトパ。ミロハスとかで飲ませるのなる。そう。試験官みたいなの飲ませる。確かにそう。さあ、ということで、リコにも1ポイント入りました。ありがとう。それでは参りましょう。問題。会社が合併して、派閥争いが起きて、課長になって、不正を。さあ行きましょう。エディ、島工作シリーズ。残念、違うじゃないな。続きを読みましょう。課長になって、不正を突き止めて、土下座させて。一郎、半沢直樹。正解。よし、合併してる。確かに、土下座させて倍に返す話。半沢直樹でございました。見事素晴らしい。結構でも島耕作のニュアンスがあって、ね、危ないなと思ったんですけど、まあ、僕全部読んでるので。課長になって部長になってそれ続くのかなと思ったらね。はい、半沢直樹はね、2度ドラマ化されていますが、まあ、入行した銀行が後に合併してメガバンクになって、その派閥争いに巻き込まれている主人公半沢直樹を描いてると、うん、ということで、大和田常務の土下座シーンとかね、倍返しだというセリフでも有名になりましたけれども。ひまりです、正解しました。その要素なかったですね。はい、ということで、そうね、まあ、合併したのをね、ちゃんと覚えてたりしていたのも良かったかなと思いますけれども、はい、半沢直樹が正解でございました。それでは、次の問題、参りましょう。問題。対立してて、遊びに行って、どうしてお前か聞かれて、結婚して、人を殺し、はい、行きましょう、石野。ロミオとジュリエット。その通りー、お見事。対立して、結婚して、人を殺してしまって、また別の人も殺してしまって、自分も毒を飲んで死ぬ話。あ
どうしてお前かみたいなところが明らかに変で、こういうのあったな、なんかパッとひらめいて、そうですね、はい、ワンテンポ売れて正解です、はい、オーロミオ、どうしてあなたはロミオなのとね、うん、いうシーンがあるんですけど、はい、めちゃくちゃな質問ですからね、まあ確かに、いやがつけましたとしか言えない、ウミガメに疲れちゃうこれ、モンタギュー家とキャピレット家というね、2つの、お家が対立したんですが、パーティーのようなものに遊びに行った時に恋に落ちてね、確か5日間かな、なんか終わる話なんですよね、はい、出会ってすぐ結婚なんですよ。で、意外とね、ロミオが殺人をしちゃってたりするところはね、あまり知らない方もいるかと思いますので、ぜひあらすじに興味がある方は読んでみてください。それでは参りましょう。問題、恋した相手が風邪で死んで、いろんな人を見て哲学して、ビールを舐めて、さあ行きましょう。以上、我が輩は猫である。ああ、見事、素晴らしい。ビールを舐めて酔って水がめに落ちて死ぬ話という問題でございました、うん、見事正解ですが、はい、ビールを舐めてる反応が、そうですね、まあ、よくクイズにこのくだりが出るので、そこで分かりました。実はこれ我が輩は猫でね、名前がまだない猫が主人公で、自分のことを我が輩と呼んでて、まあ、人間の言葉で綴ってるんですけども、恋した猫ちゃんが風邪で死んじゃったことから、こう悟りを開くみたいな感じで人間観察を始めた猫の話なんですね。なるほど水島寛月くんとか、うん、くしゃみ先生とか、はい、いろいろ出てきて、その人間模様を描くんですが、最後にこう飼い主が飲んでたねビールを舐めたところ酔っ払って水が目に落ちて死んでしまって、まあ、このまま死ぬのもいいだろうみたいな、こう結構悟ったことを言ってね、終わっていくという話でございました。興味がある、読んでみてください。参りましょう。問題、遊びに誘われて断って、三輪車が濡れて、なんだこれ。以上、トランザトロ。うわー、出たねー。以上、回答権なくなります、はい、問題の続きをいきましょう。三輪車が濡れて、挨拶無視して、ママが帰ってきて、イチゴを食べる話。なんだそれ。んだねー、正解出ませんでした。これはですね、とある歌の歌詞。やっぱそうか、うん、分かった。ちなみに山口さんのつとむくん、正解でございました。はい、有名な童謡のね、山口さんちのつとむくんなんですけども、うん、山口さんちのつとむくん、この頃少し変よ、どうしたのかな、広場で遊ぼていっても、絵本を見せるていっても、いつも答えは同じ、あとてつまんないなという歌があるんですけども、はい、大事にしていた三輪車、お庭で雨に濡れていたみたいな歌詞があったりとか、田舎に行ってたママが帰ってきたら、たちまち元気になっちゃってというね、歌詞があって、最後は摘んだばかりのイチゴ、ちょっぴり酸っぱいねというのがね、オチの歌詞に使われて、そこで分かったんだ。そこで分かって戻ってみると、その遊びに誘って断れるくだりがピンときて、なるほどね、待てばよかったなと。これどうなんだろう、今の10代20代の子って聞いてたんかな。僕らの頃ってかのね、子供の時、はい、みんなの歌で流れてたと思うんですけど、今流れてるのかな、はい、なので、同世代しか反応しなかったらごめんねってことですね。ということで、あらすじ気になった方聞いていただければなと思います。問題まだございますので、参りましょう。問題、名前見て想像して歌詞を和訳して店行って神社行って告白されて断って進路に悩んで自転車の後ろに乗って告白されて好きな人がクレモーナに行く話。後ろ。耳を澄ませば正解。おめでとうございます。こんなに分からんとは。はい、ということで、ジブリ映画耳を澄ませばでした。ごめんとお世話しています。ありがとうございます。これジブリ映画耳を澄ませばなんですが、うん、主人公の月島雫が図書館にね、通うと、自分と借りた本を先に借りている天沢誠司という図書カードに名前を見つけるんですね。で、これがどんな人かなと想像していて、で、途中ね、カントリーロードの和訳をするシーンがあったりとか、誠司君じゃない人から神社で告白されて断るシーンとかね、進路に悩んで自分は物書きになりたいとかね、いろんなシーンが挟まるんですけど、最終的には自転車に乗って告白されて、誠司君が僕はクレモーナに行ってバイオリンの職人になるんだっていう話で、そこ好きだよね。クイズにね、クレモーナ出るんですよね、はいはいはい、アマーティ・ガルネリ・ストラリバリウスというね、三大名器と呼ばれているものが本社をというか、はい、あとこなんですけど、僕はその前にね、これで知ったので、なるほど、うん、クレモーナを教えてくれた映画。本当に今日の終了です。どうプロは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 
通で負けた時いいんだよ。ということで5ポイントで優勝は石田。はい、ということで石田の優勝でございました。おめでとうございます。ありがとうございます。これは何かいろんなものに応用が効く企画だなと思い、大変画期的な発明だなと思いました。以上です。優等生ポイント。いや、これはでも面白かったですね。はいはいはい、はい、名探偵コナンでなんとかね、石田さんの点数をね、不正義なんでなのでね、押し負けが結構あったから、うん、大変チャンスあるなと、うん、だから面白い企画だなと。もちろん全部知ってる物語ですし、うん、全然押せるチャンスはあったと思うんですけど、なんか、なぜこんな原因で自分でもね、一つなんかね、歯車が合えばね、食べられることもあるとは思うんですけどね、今回ちょっと歯車が合わなかったなと思います。ということでね、有名な作品であればね、皆さんでも遊んでいただけるかと思いますので、ぜひ、学校職場なので遊んでみてください。以上、本日のカプリティオでした。はい、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。ありがとうございました。すげえうるさいよ、これ。